こんにちは、アツです。Hey guys, how's it going?、Today I want to quickly introduce how to use Google Image Search in memorizing vocabulary. 今日は Google 画像検索を使ってどうやって英単語を暗記するかっていうことについて話していきたいと思います。これまで英単語暗記の動画出してきたと思うんですが、その中でよくイメージだとか感覚を単語に結びつけて覚えることが結構いいですよっていうようなお話をしてきたと思います。でその時によく使うツールというのが Google の画像検索です。で今回の動画ではそれをどうやって具体的に使うのかっていうことを紹介していきたいと思います。またこの Google 画像検索 Google Image Search っていうのは、単語のニュアンス、類義語の単語のニュアンスを知る上でも非常に役立つツールとなっていますので、ぜひ参考にしてみてください。この Google 画像検索を使って画像のイメージを捉えたりニュアンスを理解するのに役立っているというものです。すべての単語に関してこれをやらなければならないというわけではなくて、自分が気になった単語等に関してこういった Google 画像検索の使い方をしているというのを紹介するものです。今回使う単語はこの3つになります。 Glare、Purge、Sear の3つです。それぞれ、ギラギラする、光り輝き、止まり木を焦がすの表面を焼くという意味があります。それぞれの単語は実践 IELTS 英単語3500という単語帳から取ってきました。使う単語は基本的に何でも大丈夫なはずです。では早速やっていきたいと思います。一つ目の Glare 検索してみます。 Glare するとこのように Glare をイメージする上で役立つ画像がいっぱい出てきます。確かにギラギラする光り輝きというふうに書いていましたが、こういうのを見ると結構分かりやすくなるんじゃないかなと思います。例えばこうやって一つ気になるものをクリックすると、ここに Wikipedia の説明が出ていたりだとか、それに関連するホームページの説明が出てきたりするので、そういうのをさっと読むっていうのも一ついい方法かなと思います。でこのように例えば Glare であれば、ね、車のヘッドライトの光を Glare が指していることが分かるので、例えば The Glare of Car Headlights とか、そういった方法で Glare という単語が使えるんだなということがこれで分かりやすくなります。それがまず一つ目、単語のイメージを捉える上で画像を使うというものです。一つ目ですね。で二つ目と三つ目の単語に関しては類義語がこの単語帳には載っていました。 Perch の類義語が Roost、 Sear の類義語が Scorch というふうに書いていました。じゃあ Perch と Roost は違うのか、 Sear と Scorch はどう違うのかっていうふうに自分が気になったときに、私はまた Google 画像を使います。まず Perch を入れてみます。あ、すると Perch って多分フィッシュの名前があるので Bird とかを入れてみると、こういうふうに、あ、これがPerchなんだなっていう、こういうTrue Parrotsとかが載っているこういう木のことをPerchっていうんだなっていうのがわかりますね。ざーっと見ても大抵このTrue ParrotsとかParrotsが載ってる、木のことですね。じゃあ次、その類義語が何だったかっていうと Roost ですね。なので Roost を入れてみます。すると、あ、同じようにこういう鳥が止まっている木が出てきました。なので、roost も大体、あ、perch と一緒だなっていうのがこれでわかります。ただ、さっきは、その、インコとかオウムがいっぱい出てたのに、出てたんですけども、今回は、インコとかが出てこないですよね。パロツが出てこない。チューパロツが出てこない。で、その代わりに、チェキンが出てきますよね。なんで、きっと、おそらく roost っていうのは、鶏の止まるこういう木に使われて、インコとかオウムが止まっているような、さっきのペーチ、さっきの木のことはペーチっていうふうに呼ばれるんだなっていうのが感覚的にわかるようになります。これが一つ目の例です。じゃあ三つ目、最後ですね。 Sear と Scorch、 焦がすという意味ですが、じゃあ違いはあるのかっていうことをこれで少し
チェックしてみたいと思います。Sear と入れると、まあ、いい感じに焦げたステーキの絵がだいたい出てきましたね。これちょっと焦げすぎですけど、基本的には、まあ、美味しそうに焦げてる Sear。美味しそうに焦げてるステーキの画像が出てきました。じゃあ、スコーチを入れてみます。じゃあ、スコーチを入れると、こうかなり焦げたような画像が出てきますよね。なんで、こういうのを見ると、あ、シールっていうのは、例えばこうステーキとかを程よく焦がすような意味で使われると。ただ、スコーチっていうのは、もう本当に真っ黒黒焦げ、真っ黒黒焦げ、真っ黒焦げになってるものを指すんだな、に使うんだなっていうことが分かってきます。で、ステーキ。っていう言葉を入れるとあんまり出てこないですね。なんでステーキで比較するのはちょっと難しいかな。なんでフードとか入れてみます。すると、あ、かなりやっぱり焦げてますね。なので食べ物に対して使うこともできるんだけども、どちらかというとこうすごい真っ黒に焦げてしまったような状態のものに使うと、 I scorched the food っていうと焦がしちゃったっていうイメージになるんだなっていうことが、感覚的に分かるようになります。このように自分の気になる単語を Google 画像検索を使って検索してみると非常に、分かりやすくなるというわけで、いかがだったでしょうか。確かに、この方法は全ての単語に、使えるわけではないかもしれませんが、私はよくこの単語の意味、感覚もしくはニュアンス、どんなもんなんだろう、ネイティブがこれを聞いたらどういうふうにイメージするんだろうって思うときによく Google 画像検索を、一つの指標として、使っていますので、もしこれが有用だと思うようであれば、ぜひ使ってみて英語学習に役立ってみてください。 So thanks for watching this video. Catch you later. Bye.